ハレルヤありがとうございます。ヘプシバサンビチームのサンビ、心から感謝します。また、ホサなナ生活体の、えー、力強いサンビにも心から感謝いたします。えー、1週間、えー、神様が私たちを守ってくださり、また私たちをこのように、えー、神様の御前へと、えー、導いてくださった父なる神様に感謝いたします。今日私は、 エゼケール47章、一節から五節の御言葉を通して、人が渡ることのできない川、人が渡ることのできない川という題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文は、エゼケールの宮から流れ出てくる命の泉についての内容であります。エゼケールの宮は最後の時、この世の中に、 この地に建て上げられる最後の聖殿ですね。しかし、これは人の手によって建てられる建物ではありません。聖書では確かに語っています。神様が人が作る建物には住まわらないと語っていますね。では、このエゼケルの宮は。 この地に建て上げられる聖殿ではありますけれども、宮ではありますけれども、人間の手によって作られるところではないわけです。私たちが今ここに集っているこの教会も建物が教会ではありません。木や鉄や石でできたこの建物が家ではなく、宮ではなく、神様を信じる信徒の集まりが教会であります。新約ではエズケルの宮を新しいエルサレムの宮であると語ります。 この新しいエルサレム、これはキリストの神父であると、黙示録21章2節や9節から10節を見ると記録されています。しかし、教会も同じようにキリストの神父と語られましたね。ですから、エゼケルの宮も、新しいエルサレムの宮も、またキリストの神父も、すべて教会であると語っているわけです。私たち一人一人も皆さん、 聖なる宮であると語っていますね。第一コリント三章十六節を見るとあなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのかと語っています。神様の御言葉がある私たち一人一人が神様の御霊が宿っている神様の宮なわけです。聖殿なわけです。私たちも宮なんですね。 私がエゼキエルの宮だと言えるような人にならなければいけないわけです。私が新しいエルサレムだと。しかし、そうやって言うことはできませんよね。教会がキリストの神父であるため、私がキリストの神父だと、多くの人はそうやって語りますけれども、事実上、それは間違っています。私たちが教会の一員なんですね。 教会が一つとなったときに、この教会がキリストの神父となるわけです。新しいエリサムになるわけですね。私たち各自身、各一人一人は、エゼキエルの宮に、えー、ある一つのものであります。一つの。えー 神道でありますね一人の徒でですですから私たちはこのエゼケルの宮が何なのかまた新しいエルサレムが何なのかをしっかりと勉強しなければいけません聖書の御言葉を見ても同じです聖書の御言葉全体はすべてイエス・キリストを示していますヨハネ5章39節になりますね創世紀から黙示録まですべての聖書はイエス・キリストお一人を語っていると語っています しかしそこで終わってはいけません。その中で私たち、各自身を発見しなければいけません。御言葉の中で私をしっかりと見つけなければいけないわけです。イエス・キリストの中にある自分自身を探さなければいけません。それが聖書の勉強をする目的であります。それが信仰生活の目的ですね。私たちの教会を建てられた元牧先生はこのように語られました。 信仰生活というものは自分を殺す訓練であると語られました。そして世の中の争いの中でも世の中いろいろな争いがありますけれども、韓国は北朝鮮とも争っていますしまたテロと争ったりいろいろな争いがあります。この世の中の多くの争いの中でも一番恐ろしい えー、争い、辛い争いは何かというと、それは自分自身との争いであると語られました。自分自身との争いが一番辛く、一番難しい争いなわけです。また、イギリスでもことわざがあるんですけれども、自分よりももっと大きな敵はいないと語っています。また、中国のことわざにも、山の中の 敵は山の中の敵は追い払うことがたやすくても自分の中にある敵は追い払うのが大変だと言います。またプラトンも自分自身を克服することは、えー、最高の勝利であると語りました。またある人は世の中で誰が一番質が悪いのかと聞く人がいました。 その,なその答えは自分自身だと言うんですね。このように聖書でもそうですし、世の中の多くの学者、哲学者も皆、私たちの、えー、中で一番、えー、強い敵は自分自身だと語っているわけですね。私たち自分自身の中にいろいろな敵があるわけです。それと争うのが信仰生活なわけです。 ケンダボク先生はこのように語られました。6つの敵があるんですけれども、例えば、欲がありますよね。欲,欲も敵であります。また、傲慢があります。傲慢。傲慢になること。また3番目は、血気ですね。血の血気物事に激しく、 えー、逆らったり自分のことは合っているとして他人のことは認めない、えー、そういう人がいますまた妬みがありますね妬み妬みは殺人の罪と同じです憎むこと兄弟を憎むことは殺人と同じだと語られましたよねまた、えー だらしないこと、怠けること、それも敵であります。怠ける人には貧しくなると語っていますね。また、恨みです。うまくいけば自分のせいにして、また自分の思い通りにいかなければ恨むこと。そういう敵が私たちの中に今あるわけです。 しかし、私たちはイエス・キリストを信じ、悔い改める瞬間、そのすべての罪を許してくださり、聖霊を私たちに与えてくださると、神様は約束されました。使徒行伝2章38節を見ると、ペテロが彼らに答えました。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの何よってバプテスマを受けなさい。 そうすれば賜物として聖霊を受けるであろうと語っていますね。ですから、シトパウロが語りました。各自が聖霊が宿る、聖霊とならなければいけないと。イエス様を信じて、悔い改めて罪の許しを受ければ聖霊を受け、聖霊が私たちの中にあるということは、私たちがきれいになり、私たちの中にある罪、敵がすべてなくなり、御霊によって満たされると。 きれいにされると語っているわけです。もちろん、これは瞬間的に一,一瞬にして亡くなるわけではありませんよね。その過程が必要です。妬みや嫉妬や恨みや、そういうものを見言葉を通して少しずつ少しずつなくしてくださると約束されているわけです。そうやって宮となった、聖殿となった信徒の中には、 水が流れると語りましたね。今日の本文を見るとえ、水が流れると語っておられます。この水はどのような水かというと、この水は命の泉でしたね。生かす水でありました。エゼケル47章9節を見ると、この川が流れていくところはどこでもそこに群がるあらゆる生き物はみな生きると語っています。また多くの魚が増えると。 多くの魚がいるようになると、そしてその水がすべ、えー、てを生かすと語っておられますね。水が流れればそこに、えー、治癒が与えられ、また生き,の生き返り、すべてが、えー、生き返ると語っておられます。しかし、この水は最初から、えー、溢れ出ているわけではありません。 今日の本文を見ると、宮の、えー、敷地の下から、えー、水がです、ね、少しずつ流れたと語っています。これは、えー、パカという単語なんですけれども、パカというのは少しずつ少しずつ一滴一滴落ちるという意味です。小さな、えー、水がめという意味なんですけれども、パクというのは、このパカというのは、 少しずつ少しずつえ流れ出ることを意味しています。1滴ずつですね。ですから、宮からは本当に少しずつの水がえ出てくるわけですね。しかし、それを見てみると、1千キビとを測るとえくるぶしに、また1千キビとを測ると膝に達して、1千キビとを測るとまた腰に達して、 また一千キビと測ると渡りえないほどの川越えることのできない深くまた大きい川になったと語っていますこの福音の見業は最初は小さく始まりますけれどもどん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 勢力を増して全世界に満たしていく驚くべき見技を成すことを聖書では教えているわけですね今日の御言葉のように 人が渡ることのできない川となります。そして水が海を覆うように全世界をイエス・キリストの福音の御言葉この救世主の御言葉によって満たされるということを予言しているわけです。今日私はこの命の泉の見業について見てみたいと思います。まず1つ目に命の泉の福音の働きです。 福音の働きこれは人類の歴史の中で命の泉がどのように流れてきたのかを教えています。この命の泉、これは御言葉の見業であり、精霊の技であります。ヨハネ7章を見ると、ヨハネ7章38節から39節を見ると、 えー、私を信じる者は聖書が語っているようにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになると語っていますね。そして、えー、それは御霊のことを言われたと語っています。御霊のことを言われたと。イエス・キリストに栄光を表すということはイエス・キリストを信じて、えー、いる者、そういう者には御霊が注がれたと。注がれてその 心の深いところから生ける水の川が流れてたと語っているわけです。それをこのエゼケルの宮の泉を通して語っているわけですね。この精霊がペンテコステの時にですね、ご純節に精霊を受けて初代教会が始まりました。その時が何人でしたか ?120 人の信徒たちが集まって、えー 祈っている時に聖霊が下ったわけですよね大きな、えー、数ではありませんでした120だったら私たちの教会よりも小さいものですそういう小さい数字がですねローマ帝国と争うほどの大きなものとなったわけです水が一滴ずつ滴り落ちるようなものでありましたけれども彼らを通してこの福音が全世界に伝えられていきました シト・パウロはその,当時のえその当時の地の果てと言われていたスペインまでも出ていったと語っています。それが精霊の働きなわけです。この精霊の働きはいつも御言葉と共に歩むわけです。御言葉がなく,なくては精霊の働きは起こりません。ヨハネ6章63節を見ると、命を与えるのは御霊ですと。 肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話し,方話した言葉が霊であり、また命だと。イエス・キリストの御言葉がイエス・キリストの霊であり、また命だと語っているわけです。御言葉があるところには、命の泉の働きが起こったわけです。使徒行伝十章44節を見ると、コルネリオという家庭にペテロが来て、勉強しましたね。御言葉を語りました。 ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、み言葉に耳を傾けていたすべての人々に、御霊がお下りになったと語っていますよね。御霊が下ったと語っています。ですから、御言葉と御霊はいつも共にあるわけです。この御言葉が全世界世の果てまで伝えられたときに最後が来ると、世の終わりが来ると語っています。 また24章14節を見るとこの三国の福音は全てのために対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろうそしてそれから最後が来るのであると語っていますねここに三国の福音と語っていますよね三国の福音神様の天国に関する対する御言葉でありますイエス様が今日最初この世に来られた時最 処理されたときは、天国の福音を伝えようとして来られましたけれども、その天国の福音を100%語ることはできませんでした。すべてを持って来られたわけですけれども、イエス、イスラエルの人々がそれを受け,つ受け入れる準備ができていなかったわけですよね。ヨハネ16章、25節にありますね。これらのことを私はあなた方に例えて話しましたと。 もはや例えでは話さないで、父についてはっきり告げる時が来ますと語っています。その時が来ますと。イエス・キリストの処理の時ではないと語っているわけですね。ヨハネ16章12節を見ても何と書いていますか ?16 章12節には、私はあなた方に言うべきことがまだ多くあるけれども、あなた方は今それに耐えられないと語っています。あなた方は受け入れる準備ができていないと。ですからこれからどん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  えー、福音を、えー、大きく伝えていくと語っているわけですね。全身的に、少しずつ少しずつ公開されると、その御言葉の内容を解放され公開されると語っているわけです。全身的に、人類の歴史が立てば立つほど、過ぎれば過ごすほど、文明が発達するように御言葉も公開されると語っているわけです。 そして最後の時には主の再臨が来るときすべてが100%公開されるときが来ると語っているわけですね。そのすべてが公開される御言葉を黙示録10章では開かれた小さな巻物だと語っておられます。小さな巻物であると。開かれた御言葉ですね。この開かれた小さな巻物は力強い、その が持っていましたそしてそれを死とヨハネに与えながら何と言いましたかこれを食べなさいと語りましたねその小さな巻物を食べなさいとヨハ,ネヨハネの目記録10章11節を見るとその時あなたはもう一度多くの民族国民国語王たちについて予言せねばならないという声がしたと語っています 目視60章11節ですねですからイエス・キリストの書林の時に福音が世界中に伝えられました今も伝えられていますしかし世の終わりの時にもう一度小さな巻物のこの福音が伝えられなければいけないということなんですねそういう時に全世界を生かしそして最後の時が来るわけですそれが命の泉の福音この働きなわけです そのために私たちを今選ばれたわけですね。私たちはこの御言葉を持って全世界に御言葉を伝えなければいけません。福音の届いていないところに伝えて神様の御言葉を世界中に満たさなければいけないわけです。また大きな2番目に私たちの中に働く命の泉があります。1番目は 人類の歴史の中で動く働く命の泉について見ましたけれども2番目は各自私たちの中に働く命の泉について見てみたいと思います、えー、先ほど1000キュビトずつ、えー、水が少しずつ深くなりましたけれどもこの1000キュビトは 5 3 2ルぐらいになります。5 3 2ル 500m いけばいくほど、どん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 深くなっていくわけですね、水が。大きくなっていくわけです。くるぶし、えー、また膝腰腰と、えー、大きくなっていくわけです。これは私たちにとって、個人的にはどのようになるんでしょうか。まず最初にくるぶし。この えー、足首というものは、えー、初心者の段階を意味するといいます教会に初めて来た信徒のこと初心者子どもたちを、えー、遊,ばし遊びに行く時にですね湖や川や海に行く時に深いところには連れて行きません足首ほどでですね水遊びをさせますよねそれが水遊びその足首の段階です 私たちも最初、イエス・キリストを信じて始めたとき、最初、教会に来たときは、この段階を過ごしたわけですよね。足首からまず先に始めるわけです。最初から飛び込む人はいませんよね。最初、教会に来て、見言葉を聞いて、イエス・キリストについて悟り、そして、恵みを受けて信じて、そういう段階が、 この足首の段階であります。くるぶしの段階ですね。そして次に、その水が膝に来ました。膝膝の段階は祈る神徒を象徴しています。祈る神徒、えー、膝をひざまずくというのは祈りの行為を意味していますよね。ダニエル6章、中節の御言葉を見ると。 ダニエルはその文書に署名されたことを知ってえ自分の家に帰ってえ同じようにひざまずいてえ神様の前にえ祈ったと語っていますね。ひざまずいて祈ったと書いています。ひざまずくということは祈ることを意味しているわけですね。ですからひざまずく、その膝の段階まで来たという言葉は祈る段階に来た神道を意味しています。 何か暮らしながら問題が起こった時に不平不満を言うのではなくひざまずいて祈るそういう信仰のある信徒になったということを意味しています神様を求めて神様に頼り祈りの答えも受けてそういう体験がある人信仰の持った祈る人そういう次元の信徒を意味していると言えますその次に 腰に水が足しましたね、腰。聖書で腰というものは力の象徴です。ですから、力を出すためには腰に帯を締めるわけですよね。相撲選手もどうですかえ帯をしますよね。ですから、 腰に帯を締めるとということは働くことを意味しています働くこと働く時に腰に帯を締めるわけですよね。旧約の時は、えー、こういう今ガウンのような、えー、服を着ていました。ズボンは履かなかったわけですよね。こういうもの、えー、を着て働くとすると不便,不便なわけですね。ですからそれを、えー 帯を締めてですね、服をえ少し上に折り上げるわけですで。働くときにそうやってするわけですね。第1ペテロ1章13節を見ると、あなた方は心を引き締め、身を慎みと語っていますね。心を引き締めなさいと。これは心に腰はないわけですよね。これは心を引き締めると。働く準備をしなさいということです。働く準備をしなさいと。 またエレミア1章17節にも同じようにあなた方は腰の帯を締めて立ち上がりなさいと語っています働きなさいということですね準備しなさいということですですですから腰に帯を締めるということは働く信徒を意味しています水が腰まで来たというのは教会のために働く献身するものを意味しています このような次元に来ている信徒は教会の働きをする中心的な人物ですね。自分のお金、自分の時間、自分の体力を費やして神様のために献身する人を意味しているわけです。元老木先生はこう語られました。腰ま,で腰まで来るほどの信徒ならば普通の人ではありませんと。 しかし驚くべきことは何かというとその次に語られたのがですねしかしここまで足首腰膝腰まではいくら力を尽くしても試練、えー、に合うことがありますと語られました腰に、えー、来るほどならば簡単なそういう でではないですよね普通の信徒ではないわけです。しかし、試練に遭うことがあると。ですから、これ何かというと、最後の時最後の観覧が来ると言いましたよね。腰のような段階に来たとしても、最後のこの大観覧の時には通過することはできないかもしれないということです。そして4番目の段階がですね、 人が乗り越えることのできない川この段階まで行かなければいけないわけです。こういう段階に行けば観覧が来ても揺らぐことのない信仰を持つことができると語られました。人が渡ることのできない川とこれはもう水が深くてですね人の背よりも深い水であります。ですからその人がですね足 頭の上から足の裏まで満たされなければいけないわけです。これはすべての全人格が御言葉の皮にえ浸されている信仰の持ち主を意味しています。その水の中でえ生き残るためにはえ泳ぐ人がえ泳ぐことができなければいけないわけですね。でもそれがポイントなわけです。 そこで、えー、生き残るためには自分自身を殺さなければいけません。自分自身の欲や考え、自分というそういう存在がよ水の中に沈まれなければだめなわけですね。そういう信徒はどんな観覧が来ても乗り越えることができると語られました。それが洗礼です、パプテスマですね。 バプテスマも同じですイエス様は洗礼を受ける時バプテスマを受ける時にはヨルダン川に完全に入ってからまた出られるわけですよね象徴的な行動であります完全に川の中に入るというのは自分の憎なる思いが全て死ぬことを意味していますそしてまた出てくることによってイエスキリストによって新しい命を得ることを意味するわけですね ですからエゼキエルはこの川を見るときに何を何と答えたかというとエゼキエル47章5節を見るとえさらに1000キュービット測ると渡ることのできない川となったと語っていますね私はこの川を渡ることはできませんと自分自身が告白しているわけですそのとき何と語っていますか水かさは増し泳げるほどの水となり 渡ることのできない川となったと語っています。エゼキエルは、私はこの川を渡りませんと言ったんですけれども、そうだと、あなたの語っている言葉が合っていると、誰もこの水を川を泳ぐことはできないと、人間の力では泳ぐことのできない、渡ることのできない川であると。人の考えでは、人の思いでは、 考えることのできない御言葉であると。腰まで来ていたらですね、頭はまだ残っているわけですから、自分の頭で考えるわけです。しかし、人が、えー、かん渡ることのできない川というものは深いため、もう頭も水に浸されるわけです。自分自身のそういう人間的なすべてのものがなくなるわけですね。 そういう時に私たちが世の終わりのその観覧を乗り越えることができるわけです。自分の考え、自分の思い、人間の判断ではない御言葉を私たちは得なければいけません。エゼケエルが語ったようにですね、私はできませんと。渡ることはできませんと。そういう告白が必要なわけです。神様の御言葉というものは本当にくすしき。 神秘的なそういう見言葉であります。誰も渡ることはできません。しかし、水のえ上を渡ることができる人は、その水を渡ることができません。イエス・キリストだけが。イエス・キリストのまた手をつないで行く人がその水を渡ることができます。 エゼキエルの宮でから出てくるこの泉はですね人が渡ることのできない川となったというのはそういう次元そういう段階に来ている信徒は御言葉がその人を完全に、えー、導くそういう、えー、人にならなければいけないわけですみ、ね、言葉に従順し御言葉の 導かれるままに私たちは歩まなければいけません。皆さん、海で水泳をするとして考えてみてください。波に逆らうことは耐えやすいことではありません。しかし、その波に向かってただ行くのであればそれは簡単なわけです。私たちがです、ね、あっちに行きたい、こっちに行きたいと波に逆らっても人間の力ではできません。しかし、神様の御言葉が私たちを すべててを導いてくださると告白してすべてを神様に委ねるときには私たちは平安を得てまた恵みの中で乗り越えることができるということを語っています。第一コ,リンコロサイ人3章1516節,15節,節を見るとキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと語っていますね。 そのために、こそあなた方は召されて一体となったのであると。そして、キリストの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒しめ、死と賛美と霊の歌とによって感謝にあふれて、心から神に向かって、敬いなさい、歌いなさいと語っていますね。16節を見れば、キリストの御言葉が私たちの中に豊かに満たされなければいけないんだと。それが、 平安を得る方法であると語られています。愛する皆さん、御言葉が私たちに豊かに満たされるときに、その御言葉が私たちを導き、私たちが神様の導きを得て、いつも恵みの中で、平安の中で祝福の道へと歩むことができることを約束されています。玄野木先生はこの結論 的な御言葉として世界がえいくら苦しんで滅んでいくとしてもこの御言葉の中に溺れて御言葉に満たされた人は決して滅びることも決してえ苦しむこともなく神様の恵みの中で満たされて いつも満足をした暮らしをすることができると語られました。そういう信徒となることを、えー、主のびなもって祝福いたします。私たちが命の泉に満たされて、平安を得てください。神様が私たちを責任を持ってくださって、私たちを平安な道へと歩むことができるよう導かれる、えー、皆さんとなることを主のびなもって祝福いたします。祈ります。 愛すするる父なる神様感謝いたします聖なる主の日、私たちの足を導いてくださって、この命の泉へと導いてくださり、その水を飲むことができるよう祝福してくださることを心から感謝いたします。今日与えられた御言葉のように、これからは私たちの人間的な考えを捨てて、ただ、 自分自身をその命の泉へと投げ入れて、御言葉に満たされ、御言葉に導かれるものとなることはできるよ、導いてください。私たち自身をその水の中に溺れさせて、古き人を脱ぎ捨て、新たな人を切ることができるよ、う祝福してください。自分との争いに勝利する信徒となることができるよ、うどうか導いてください。 その通りになされることを信じてイエス・キリストの目てお祈りします。アーメン